全然制御できていないではないか。こんな強力な召喚獣もシェラを操った笛もゲームにはなかった。もしかしたらこの世界は全ての要素がアップデート。バカめ、勝てるわけないだろ。さっさと消えろディーマン。この召喚獣に絶対の自信があるみたいだな。ヘブンズホール。倒せるか。再生早すぎだろバグかよ。魔術反射も物理ダメージ減少も発動しない。気になるのは奴のスキルだ。召喚獣にはスキルが一つだけという制限があるはず。氷に砂に風に炎、スキル持ちすぎだろ。この世界はクロスレベルに似ているだけの別の世界に過ぎないということなのか。いいぞいいぞ、これが僕の力だ。なんかないか、こいつの弱点は。けどさ、こいつの核は体内で移動するんだ。